やっはろー、どうもおはようございます。アニメリアク職人ことマジラジオ芸人ハマーです。はい、現在10月6日木曜午前8時13分になるとしますね。今日も6時半に起きましたね。で Do it yourself、見てアップしてからですね、朝飯を食べて今に至っております。はい、じゃあ、ブラッドシー9話ですね、Dアニメストアで見ていきたいと思います。アニメ本編は流れないんでお気をつけください。いきます。3、2、1、スタート。さあ、8話はね古き者が、教室に入ってきて、もうどえらい惨劇になりましたね。でまだまだ8話まで見てもわからんことだらけ。とりあえずなんかあのさやと、まあ、謎の男の回想シーンではなんかそのまあ実験をするとか言ってたけど、勝者敗者を決めて、勝者には褒美を、敗者には罰をみたいなこと言ってましたね。わからない。あと先生よね。もう先生も親父も文人も怪しい。なんかやっぱコーヒーになんか入ってんのかな、か疑問文の中になんか仕掛けられてるとしか思えへんねんけどなそんなんじゃないんかな、そんな単純なことでは。あと謎のねナレーションのコーナーの、あのナレーションは誰なのかなよね。院長の声に一番近く感じるけどな。でここ時実が今おらへんもんね。これが罰？もしかして。役場も気になるし。心に。あとサヤの目が赤くなる理由もようわからへんし、さあそしていつかな、もう何年も前に見たあのねまた先のまま引きちぎられる被害者は、うわーこれだ。おお。せっかく逃げ切った男子、ガラス刺さって死んだのこれ。他のクラスの方はどうなってんのこれ。
いやー、屋上も安全じゃないやろ。そういえばこの古き者喋らへんな。ああ、何か分からん。ああ、やられたか。いやー、惨殺フェスティバルやな、これ。喋ったやん。おお、消火器？院長か。院長死ぬんちゃう、これ。しん、え？どうなった？ユウカもられた？ああ、ユウカもられた。ってことは院長も死んだよな、これ。全滅やないか、これ。目が赤くなる理由なんなんやろね。ああ、言うかもられたか。舌を真っ二つ。
スプリットタンになったね。ヘビにピアス。化け物にすらモザイクかかんねんね、これ。もうぶつ切りやで、これ。モザイクかかってます。これ、委員長もしんだよな、ほんなら。時種だけがほんなら生き残ったん。来てなかったし。あ、委員長来てるやん。委員長も呼び捨てしたね、今。あれサンバラ学園って思うんや。まあもう院長以外全員死んだか。先生、先生も怪しいな。怪しいよな先生、ずっと。全部あなたが殺したってどういうこと？生徒の話？夢？夢やったん？あ、違うな。傷あるもんな。疑問文も怪しいわ。なんか入ってんちゃうの、変な成分。コーヒーとかに。なんか体の傷が治るのってそのおかげとか。犬。
それは心やろ。お前は何者だ？ お得だね。なんで時座ね制服なんや。時座ねなんかあんのかな、やっぱ。ただのサイヤ好きの純情少年か思ったけど、なんかありそうやな、やっぱ。みんなとは誰かやね。あれ、サヤには来てない。親父から言われたんだっけ。ああ、そうやね。他のクラスなんでいいんかったのな、ほんまに。つつとりしかいなかったんちゃう。告白するのかな。おお、したね。卵焼き？記憶がやっぱ混濁してる。わ、また古きもの出た。
終わった。女性と内山由美さんいるよね。あれ、今思えば何分かれたかな、自我予告の曲が変わったん。服からに。いやー分からんな。まあとりあえずまああのほぼ全滅ということでね、クラス。ちょっとさすがに優香がやられる。ねねのの優香、このメイン、まあメインというかまあ主要メンバーですよね、あのがやられるとやっぱしんどいね。でまあ時園は来てなかったけども、ね、先生はあなたが全て殺したのって言うてたのって、 あれまずどういう意味やったのか。あと犬が言うた、痛いのは頭かそれとも体かそれとも心かで、なんかもうすぐ終わるとか言ってたな、もうすぐ終わる。でその終わる前に、なんつったお前が何者なのか、なんかそういうの思い出す的なこと言ってたね。意味がわからん。で時座ねはまあ来て告白した。帰った後にさやが、私は如月さやですよね、お母様が思い出せないで終わる。どういうことや、さやじゃないのこれ。まあとりあえず今回は惨殺フェスティバルということで、なかなかメンタルを持っていかれる展開でしたね。主要メンバー信頼鑑定はい、ということで、ブラッドシー9話でした。やっぱ親父に操られてんのかな、その疑問符とかコーヒーでなんか洗脳的なことを食らってんのかな、分からんね。はい、まあよかったらチャンネル登録高評価お願いいたします。あ、コメントもいただけるとありがたいです。はい、最後に、僕は、基本的には子供向けのパフォーマーやってまして大道芸人でもあります。普段ねやればできる諦めないを伝えたくて主に子供たちの前でショーしてますが、現在ね2年7ヶ月ほど仕事がございません。でいつの間にか始めたアニメのリアクション、今日で924日なんですけども、それをこの13年以上使ってきたこのチャンネルでね、アップしすぎたんで、これをアニメリアク職人というサブチャンネルとして残し、9月13日に本職のチャンネル作りましたんでね、ぜひ説明文にあります。見てやってください。できればチャンネル登録もお願いいたします。はい、まあコロナで正直ね、しんどい生活をもう強いられてますけども、めげずに頑張ってますんでね、何卒応援してやってください。はい、過去のアニメリアクション動画再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人こと前田的に浜でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。